まずは試合の序盤、少し荒れ模様でした。東京ガスがターンオーバー、下鶴のインターセプト、やはり下馬評ではどちらかというとオービック有利と言われていましたので、最初にこの東京ガスがインターセプトでターンオーバーを取ったというので、試合がかなり面白くなるんじゃないかと思ったんですが、そうなんですね、矢先にこのバントブロックでしたね、カーデル・ローリングスのパントブロックからのリターンタッチダウンで7対0。このあたりはゲームの流れ、モメンタムが東京ガスに一旦行ったかに見えたんですが、またオービックがすぐに取り戻した形です。そしてオービック、このタイラー・クルカ、新戦力になりますが、日本のフットボールによくフィットしてますよね。してますね。派手さは、ね、ないんですけども、はい、すごく安定した、本当にいいパスを投げますし、フィールドビジョンも広いですしね、はいはい、すごくやっぱり落ち着いてプレーができている印象ですね。そして今日のこのオービックのオフェンスでは、やはりリー・タクの活躍です。今日は目立ってましたね。そうですね、まあ、もう本当に実力これからもっと上がってくると思います、はい、まだまだ多分本人ボール持ち足りないんじゃないですか。今日もね、僕ちょっと試合会場かなり早かったんですけども、はい、リー選手ですね、アップしてましたね、一人で。やっぱりその多分この試合に向けるこう準備もやっぱり一流ですよね、はい、そしてショベルパス、リータク2タッチダウン目、タイラー来るか。ローレンステクノロジカル大学という、スモールカレッジ、ミシガン州にある大学なんですが、やはりいろいろフットボールの経験値自体は高そうですね。ミシガンですからね、はい、デトロイトですね。そうなんですね、はい、X リーグの今パッシングの成績を見ますと、上位3人が全て外国人のクォーターバックで、1位がギャレット・サフロン、2位がデイビッド・ピンデル、そして3位がタイラー・クルカなんですが、パス成功率、あとタッチダウン数ではタイラー・クルカが1番なんですね。そうですね、やっぱ安定感、本当一言で安定感ですよね、自分の例えば運動能力を過信して無理をするとか、そういうことがあまりない選手のようなイメージですね。そうですね、スクランブルとかも無理がないですしね、はい、本当にリスクをもう最小限に抑えるっていうところがもうすごく洗練されたイメージがあります。外国人でやっぱり特に走れる選手はやっぱ無理して走ってしまったりっていうことでインターセプト食らったりってことがあるんですけど、そういうリスクは本当にこの選手はないですよね、こうサックされてるんですけど、そうある程度こう仕方がない部分ですので、ポケットに留まってのサックですから、ここからポケットから出て大きくロスねしてっていうことを結構やっぱり自分の能力に過信してっていう場合もあるんですけど、そういうところは一切ないですね。そして東京ガス、はい、この金輪井のナイスキャッチです。本当にね、ちょっと今週 のベストプレーとかに入ってもいいような、はい、X リーグ毎ね、今毎週、ね、出してますけども、はい、そのぐらいのナイスキャッチでしたね。オービックの山田凛太郎、はい、クォーターバックサック、彼のプロフィールに関しては三藤さんが相当詳しかったので、はい、勉強になりました。いえいえ。そしてここで試合終了しまして、得点は24対0、オービックシーガルズが東京ガスを完封して4連勝になりました。東京ガスはこれで最終戦